ハーフペニー橋は1816年5月にアイルランドのダブリンにあるリフィガーに架けられた人道橋。正式名称はリフィー橋。もともとはウェリントン橋と呼ばれていたがリフィー橋へ改名された。リフィー橋は現在も橋の正式名称だが英語では一般的にヘーペニー橋、日本語ではハーフペニー橋と呼ばれている。 1999年のハーフペニー橋、ハーフペニー橋が建設される前には、ウィリアム・ウォルシュが運営する7隻のフェリーが、リフィー川を渡っていた。フェリーの状態は悪く、ウォルシュはフェリーを修理するか、橋を架けるかのどちらかをしなければならないと知らされた。ウォルシュは校舎を選択し、100年間、橋を渡る人から、ハンペニーの通行量を徴収する権利を与えられた。 橋は中鉄製でイギリスのシュロップシャー州で鋳造された。当初、通行料は建設費ではなく、それに代わるフェリーの料金に合わせて徴収されていた。さらに、建設の条件として、ダブリン市民が橋と通行料を好ましくないと判断した場合には、ダブリン市の費用負担なしで撤去することが定められていた。通行料は一時は一ペニー半に値上げされたが、 最終的には1919 19年に取り下げられた。通行量がかかっている間は、橋の両端に改札口が設けられていた。ハーフペニー橋の製造は、当時のダブリン市長ジョン・クラウディウス・ベレスフォードが、イギリスのコールブロックデールに依頼した。リートリム県で採掘された鉱石を使用し、中鉄製の大量を18分割して、ダブリンに出荷した。設計と仮説は、 コールブルックデールの手下の一人であるジョン・ウィンザーが監督した。夜のハーフペニー橋2001年には、この橋を1日に利用する歩行者の数は2万7千人に達した。このような交通量を考慮し、構造調査の結果、橋の改修が必要であることが示された。橋は2001年中に修理と改修のために閉鎖され、2001年12月に元の白い色のままで再開された。 物議を醸したが、数々の特徴が取り除かれたものの、構造物は古い部品の多くを保持するために再建された。修復作業は、ハーランド・ウルフによって行われた。2012年、ダブリン市議会は、メンテナンスと破損の危険性を理由に、ハーフペニー橋とその近くのミレニアム橋から、多数の愛の南京城を撤去し、これ以上追加しないよう人々に要請した。 2013年には、橋から3 0 0ラム以上の錠前を撤去し、橋に軟禁錠をかけないように呼びかける看板を設置した。2016年5月19日に開通200周年を迎えた。ありがとうございます。